で、アサーブからショアラインの話は？聞いてない。俺が知ってるのはインド軍に供給網を断たれて外部の助けが必要ってことだけ。だからってショアラインって。まあショアラインは来るもの拒まずだろ。ああ悪い。実際そうだしね。なんでトンネル塞いだんだ。持ち上げるには壁が高すぎるかもね。これ案外うまくいくかもな。手伝ってくれてもいいんだよ。お前らなら楽勝。うわっ、あ、まずい、危ない。あー、びっくりした。みんな平気？ああ、でもこれはもう登れないな。でも抜け道があるかも。ダメ、無理、塞がっちゃってる。最高。諦めるの？高いね。サム、あなたの背なら届くんじゃない？ほら、持ち上げる。手伝うよ。ハーレムね。ああ、ほら、そのなんだ、まあ俺に任せろって。いつでも OK。 結構重いね。あ、くそ、悪い。よし。サム、上に予備のはしごがあったりしない？そんじゃ見てみるよ。内容の濃い数日間ってところ。まあ、まさかサム・ドレイクとまた会うことになるとはね。ほら、私もあなたを信用してなくてちょっと試したりもしたし。紛争地域で2時間待たせたのもテスト。我慢強さはパスしたろ。ああ、あの時のこと。あれはただ遅れただけ。市場にいた女の子にスカーフ買わされたの。ほんとしつこくって。だろうね。おい、二人とも線路に戻れ。いいもの見つけたかも。オッケー、行く。それでサム、何かある？補給箱を見つけちゃった。さすがサム。ほら、落とすぞ。待って、それだけじゃ低いよ。ああ、だな、確かに。ああ。台車持ってくる。途中まで来て。さすがおつが切れるね。何？ほら、おつ、頭がいいって言っただけだよ。分かる言葉で喋って。せっかく褒めてやったってのによ。じゃ、切り替え OK。 ほら、二人ともその調子で頑張ってくれよ。OK、どうぞ。よし、行くぞ。完璧、行こう。ほら、よし来い。ミス・ロス、どうぞ。その呼び方。ああ、ほら、プロ同士敬意を払ったんだよ。だったら、敬語使って。いや、ダメ、それは無理。
ええ、なんだ、気づかなかった。ほら、もうすぐね。サム、ロープ貸そうか？いいよ、私の貸す。やっと俺も仲間入りってこと？あんたの。どうも。たく、ますます面白くなってきたな。アサーブにショアライン、少なくも見積もっても数十人。待って、あの箱は。銃と弾薬もかもね。あんた武器売買はしない主義じゃなかった？うん、私はしなかった。箱はどうでもいいけど、牙はどこ？アサーブの相手は嘘。オルカ。誰？昔の部下だよ。あいつ覚えてるぜ。あいついまだにあのダサい髪型のまんまだ。な、ああ笑える。ねえ、交渉が終わった。あんたのオルカが牙持ってる。じゃあ奪いに行くよ。おいおいおい、待てって。計画あんの？言っただろう、数十の傭兵がいるんだぞ。イライラは体に悪いよ。覚えてたんだ。何のこと？セーフティーを外しとけ。いいか、奴らを探し出すぞ。ロスには特に注意しろ。了解だ。ああ、最高。飛んでっちゃった。俺たちの牙が。平気、肩がつくまで残るはずだよ。それ、俺たちと？じゃあ、撃ち落としてやりましょう。
は負けてる。やっと使えそうな物だ。今さらだな。どういう意味だ。さあ、嘘つく。何もねえよ。そんなこと他のやつに言うなよ。誰ぞ。みんなだってそう感じてるはずだ。なおさら口に出すな。Thank you.
敵を撃ち落とされと食らえ。まだまだ見つかられるか。頼んで。ここから出て。俺が回り込め。まだ飛んでんだよ。うっそ、装甲が破れない。なあ、爆弾はもう使い果たしてしまったぞ。ええ、他にプランあんの？オルカに逃げられるよ。何か方法ない？レーダー、ロープをヘリに引っ掛けられるんじゃない？それって安全？なわけないだろ。元気そうだな。私の会社に何してくれた？出始めに儲けを出してやってる。今のは質問じゃなくて文句。あの島であんたを撃ち殺しとくんだったよ。ああそうだな。そしたらあんたが尻尾巻いて逃げるとこ見なくて済んだ。おいおい、そういうのは別の機会に頼むよ。ああ、じゃあ牙よこせ。こいつと組んでる？ついに行かれちまったか。それとも相当金に困ってるってことか。
ったく、なんでみんな仲良くできないのかね。少なくとも私は寄せ集めの兵士に武器を売ったりしてない。ああ、相変わらずだな。昔からあんたは対局を見ていない。あんた本気で玉の見返りにこいつをいただいたと思ってんのか。どうでもいいね。牙をよこしな。やなこった。そういや花火が上がるらしいぞ。二度は言わないよ。そうか。ほらよ。やべえ。さすが。どうも。弾のばらつきはあるけど。さっさとどいて。あ、悪い。俺にも見せてくれよ。ああ、3分の1は俺の取り分だろ。あんたは黒いと分けな。なあ、あんたは新入りだから分かってないんだろうけどさ。私は高いんだよ。おい、ちょっと待てよ。爆弾よ。あ？そんな、アサーブは牙を爆弾と交換したのよ。花火か。おい、これでかいぞ。ええ、線路は町の中心を走る。市場もね。なら町を見つけて通報すりゃいい。間に合わない。爆発すれば何千もの命が。それはまあ残念なこったけど、でもお宝は手に入れたろ。なあ。ちょっと、まさか列車を追うつもりじゃないだろうね。そうかい、プランはあるわけ。お前ら計画立てない主義なんじゃなかったっけ。あんた止める気はないわけ。いやほら、でもあいつの言い分もわかるし、たくどうすりゃいいんだよ。うちらには関係ない。自分で言ったろ、列車に追いついたとしてどうするの。爆弾は解除できやしない。そうね。よし、じゃあとりあえず警察に通報して。あなたたちには関係ない。爆発すれば国で内戦が勃発する。もうたくさんなのよ。これ以上目を背けたくないの。死んでも構わない。ねえ、分け前は取っといてよ。ね。念のため。あいつと二人きりは勘弁。どいて。なんで？私の席。うん。あ、そう。どきますよ。何？そう、橋に沿って。ちゃんとした道走ってくれよ。